究極の汎用人型決戦兵器人造人間エヴァンゲリオン理解新宿あなたが乗るの失礼こんなの乗れるわけないよ乗るなら早くしろ出なければ帰れちょっとダメだちょっとダメだちょっとダメだ逃げちゃダメだ僕が乗りますエヴァは首都に勝てる首都を倒さぬ限り我々に未来はない15年前セカンドインパクトで人類の半分が失われた今首都がサードインパクトを引き起こせば今度こそ人は滅ぶなんで僕はここにいるんだ信じられないなお父さんの仕事どうせ僕はエヴァに乗るしかないんですよねそのためだけに父さんに呼ばれたんだからだから僕はエヴァに乗るしかないエヴァのパイロットを続けるかどうかあなた自身が決めなさいもう一度乗ってみますあなたは死なないわ私が守るの彼は逃げずにエヴァに乗りました自らの意志で降りない限り彼に託すべきです頼むだよ頑張っててさよなら私には他に何もないもんアイラミーこういう時どんな顔すればいいのかわからないのアイラ人もよ運命を仕組まれた子供たちか式なミアスカランデーカーエヴァーに動き担当パイロットよあんたバカエヴァーにとって嬉しい人もいるの苦手なのねお父さん初めて覚えてくれたんだよくやったな信じる初めて褒められるのは嬉しいと思うネリは親の前で教えてしてカツアミを守ってリカリ君と一緒にいるとポカポカするそれって好きってことじゃん君面白いあなたにはエヴァに乗らない幸せがあひょっと言っとってアスカが待ってるんだよ父さんそいつは使徒だ我々の敵だこの家は父さんまた逃げ出すのか嫌なことから逃げ出して何が悪いんだよ僕はエヴァにも乗りたくありませんそうやっていじめていたって何にも楽しいことないリカリ君がエヴァに乗らなくていいようにする僕はエヴァンゲリオンシャボンパイロット君と同じ運命を仕組まれた子供さエヴァンゲリオン第13号機時が来たらその少年とこのエヴァに乗るエヴァにだけは乗らんでくださいよエヴァもういないのよ新宿さだ一度覚醒しガフの扉を開いたエヴァ初号機はサードインパクトのトリガーとなってしまった全てのきっかけは君なのだ僕助けてよね始めようフィーチ近き新人またサードインパクトを起こすつもり君のためにみんなのために鍵を手に入れそうすれば世界は戻るそうすればミサトさんだってミサト BSS 強化をまだ数時間やめろバカガキなんだよこれフォースインパクトその始まりの儀式さ僕のせいなのか僕が槍を抜いたからこれは命令そんな顔しないでまた会えるよ信じか治るなことなんかないよとにかく償えない罪はない希望は残っているよどんな時にもね Thank you.
シャラ臭い。待ってなよ、ワンコ君。